はい、ということでね、まあ泣き目なんですけども、まあこんな感じで以前に動画作っているんですが、まあこの中の5人中3人がねもうすでに選ばれてしまったよということで、まあ今回新たに声優をね予想していこうかなと思うんですけども、こんな感じとなりました。はい、新たにちょっと3人ね予想していこうかなと思うんですけども、まあこの3人のうち誰かになるんじゃないかななんてね思っております。で、まあ林原めぐみさんはね、まあエヴァのね綾波レイだったりとか、まあコナンの灰原愛なんかを演じられている方ですね。まあこれは結構ありそうかなと思ってるんですが、まあ林原めぐみさんほどの素晴らしい人をね、まあ泣き目に使うのはちょっとねっていうことで、まあ他のね声優さん、まあ氷笠陽子さんとかも結構有名なんですけども、まあ SAO のねキャラクターで使われていたりとか、まあ他のね有名なキャラクターでも結構使われているんですけども、まあ白石遥さんってまあ結構初見な方いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんで、ちょっとね説明したいなと思うんですけども、まあこちらの方はですね、まあ最近週末のハーレムというアニメでちょっとね、まあ有名になったというか、まあそれのキャラクターがめちゃめちゃちょっと泣き目っぽいというか、僕漫画読んだ時に脳内再生この人に近かったんですよね。どうか人類を救うためにこの世界に残された女性たちと子作りしていただきたいのです。まあだからちょっとね、白石遥さんも最近結構若手声優さんで、まあ割かし有名になってきた方なので、まあワンチャンちょっと泣き目あたり、こういう若手声優さん来てもおかしくないんじゃないかなと思っております。まあ泣き目はね、正直言って、まあ誰でも声優さんなら多分務まるようなね、感じのセリフしかないというか、まあほとんど演技というか、あんまりセリフがないので、まあ正直誰でもできるかなと思ってるんですけども、まあ雰囲気としてはやっぱ白石遥さん、若手声優の中でも結構いいんじゃないかなと思っております。で、まあ林原めぐみさん、氷笠陽子さんはね、まあ有名人としてのね、まあ泣き迷惑ということでね、まあこの辺なんかもあるかなと思っております。ということで、泣き目の声優予想はこんな感じです。さあ続いて上限の4ハンテングということなんですけども、まあこちらはですね、なんと細かく動画にしてないということで今回初の発表となります。まあ動画にしてない理由はいろいろあるんですけど、まあ予想がまず難しいということですね。ということでハンテングっていうのはですね、まあ一人じゃないんですよね。まあ中心の格がおっさんなんですけど、まあそれ以外にですね、赤土、辛く、老儀、哀絶、そしてこの4人たちが合体した増白天というですね、まあ、分裂する鬼なんですよね。まあ、だからまあちょっと予想するのめんどくせえなということで予想してなかったんですけども、まあ、今回ね予想していこうかなと思うんですけど、まあ、僕が今回予想する声優さんはこちら趙さんです。私たち人間にとって気の遠くなるような地球の歴史の中で、人類の歴史などほんの一瞬です。ということで、まあ、本体はね、めちゃくちゃ趙さんで合ってるんじゃないかなと思うんですけど、ただこれ分裂するから、多彩なね、演技ができる、まあ、声優さんがね、いいということで、まあ、もう一人ね、予想しますけども、山寺宏一さんということで、まあ、ね、僕個人としては趙さんがいいのかなと思ってるんですけど、まあ、ただね、このね、分裂鬼っていうのがね、だるいんですよね、こいつね。まあ、そこをだから一人の声優さんにするか、または、こう別々の声優さんにするかっていうところでかなり変わってくるんですけど、まあ、僕は、まあ、全部一人の鬼の分裂なんで、もうほんと一人の声優さんに演じてほしいんですけど、まあ、そこが難しいところですね。まあ、ということで本命は趙さんです。今回も第5位から発表していこうかなっていうふうに思います。ってことで、国志望の声優予想ランキング第5位から早速いっちゃいましょう。第5位は、大塚明夫。その格好でよく来れたな。待たせたな。いやー、これやっぱかっこいいよね、スネークね。ってことで、この方が演じてるキャラは、ワンピースの黒ひげだったりとか、メタルギアソリッドのスネークだったりとかを演じております。ってことでですね、大塚明夫さんはね、結構ね、悪役が多いということで、まあ、国志望あるんじゃないかなと思ってます。またね、演じたキャラ全てがかっこよくなる男ということでね、いや、大塚明夫さんが国志望を演じたらめちゃくちゃかっこよくなるんじゃないかなって思ってますね。いや、個人的にはね、大塚明夫さん好きなんで来てほしいですね。まあ、ただね、ちょっと国志望に近いようでちょっと遠いような声質っていうことで第5位にさせていただきました。まあ、これはあくまで個人の意見なんですけども、まあ、ちょっと遠いような気がして、まあ、第5位ということになりました。ってことで、第4位いきましょう。第4位は山寺宏一。武器を捨てるんだ。あいつは強そうだ。どれぐらい強いかな。
いやー、いいっすね。ってことで山ちゃん来ましたよ。山ちゃんが演じてるキャラは、まあ、ディズニー全般ね、もう数え切れないほどね演じてるんですけども、まあ、ディズニーで言うとスティッチだったりとか、ワンピースで言うとコラソンとかを演じております。いやね、山ちゃんは真面目なキャラからふざけたキャラまで全部いけちゃう、マジスーパーすげー男ということで、あの国志望もあるんじゃないかなと思っております。また鬼滅の刃は声優が豪華なことで有名なんですけども、あれ山ちゃん来てないぞと、めちゃくちゃ有名なのに来てないぞということで、来てもおかしくないんじゃないかなと思っております。ってことで第3位いきましょう。第3位は池田秀一。ピストル抜いたからには命かけろよ。泣いたっていいんだ、乗り越えろ。いやー、いいっすね。ってことでこの方が演じたキャラはワンピースのシャンクスだったりとか、コナンの赤井秀一というキャラを演じております。まあね、この方は基本的にイケメン系なキャラが多いと思うんですけども、まあ、シャンクスのあの感じとかは結構国志望に近いんじゃないかなと思っております。いや、池田さんもね結構かっこいいっすよね。ってことで第2位いきましょう。第2位は津田健次郎。それと私に監視をつけるなんて無駄ですよ。てっきり信用いただけたものと思ってましたけどね。いやー、たまらねえ、マジでたまらねえ。ってことでこの方が演じてるキャラは永遠の消防隊のジョーカーだったりとか、遊戯王の海馬社長を演じております。ってことでね、この方はねめちゃくちゃ僕好きなんで、個人的には一番来てほしいんですけども、あの津田さんはですね、クールで暗いキャラを結構演じていてですね、まあ国志望もちょっと暗めでクールなキャラということで、結構国志望にぴったりな声優さんなんじゃないかなと思っております。ってことで第1位いきましょう。第1位は早見翔。やれやれ、そろそろメンバーを決めないといけないというのに、全然興味を惹かれる者がいない。いや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 、国志望勝て、もはやもう国志望勝て。ってことでこの方が演じてるキャラは銀魂の神楽の父、海坊主だったりとか、ジョジョの奇妙な冒険のバニラアイスというキャラを演じております。いや、もう聞いた瞬間に僕は国志望だと思っちゃったんですけど、皆さんはこれどう思いました？ってことでね、この方はダンディーで低い声っていうのがめちゃくちゃ国志望っぽいですよね。また年齢が高めなキャラを多く演じてるということから、まあ国志望にぴったしなのではないかなと思っております。まあ、個人的にはですね、さっき言った津田さんが、まあ、一番来てほしいと思ってるんですけども、早見さんは本当に国志望にぴったしの声優さんなんじゃないかなと思っております。本日はですね、ギョッコの声優予想をやっていこうかなと思います。刀鍛冶の里編なんかでね登場するギョッコの声優予想をやっていこうかなと思うんですけども、ギョッコギョッコってめっちゃ言いづらいんだけど、うん、名前変えてくれるもん。ということで本日はですね、いつも通り5人予想していこうかなと思うんですけども、まあ、今回もねランキング形式でねやっていこうかなと思います。ではね、早速いこうかなと思うんですけど、まずね皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということでいきましょう。第5位は山寺宏一。スーパーサイヤ人ゴッドも見当たらないし、プリンも食べられなかった。はい、ということでですね、この方が演じたキャラはですね、アンパンマンのチーズだったり、エヴァンゲリオンのね梶良次なんかをね演じております。ということでですね、山ちゃん来ましたよ。ということで、まあ僕が今回山ちゃんをね選んだ理由なんですけども、山ちゃんってさ、こういうキャラ結構ありそうじゃない？ということで、あの選ばせていただきました。ギョッコってもう本当になんかその山ちゃん集するというかさ、こういう変な不気味なキャラってなんか大体山ちゃんやってそんなイメージあんじゃん。だし山ちゃんって言ったらもう迷ったら山ちゃんでしょ。もういろんな声いけちゃうから、もういろんなマジで演技いけちゃうから、迷ったら山ちゃんでしょ。ということで山ちゃんを5位に選ばせていただきました。まあ普通にあると思いますよ。ということで山ちゃんなんですけども、第4位いきましょうか。第4位は千葉茂。どうだ、信じちゃいけねえ。はい、ということですね。この方が演じたキャラはですね、ワンピースのバギーだったり、呪術回戦のね、ジョーゴなんかをね、演じております。
ということですね。まあ、この方を選んだ理由はですね、もう声質が完全に玉子っぽい。もう玉子っぽいんだよ。もう、うーみたいなさ。語彙力ないんだけどさ、うーみたいなさ、声がさ、むちゃくちゃ玉子っぽくない？このなんか、ガラガラ声というか、この特有のね、声質っていうのはやっぱ、来そうだよね。千葉さん来そうだよね。ということで選ばせていただきました。ということで、もう第3位いっちゃいましょうか。第3位は、飛田信夫。何がタッキュー、誰がズをこんなことに、おい。はい、ということでですね、この方が演じたキャラはですね、名探偵コナンのですね、風見優也だったりとか、ちびまる子ちゃんのね、丸尾くんなんかをね、演じております。丸尾丸尾ということでですね、この方を選んだ理由なんですけども、このギョッコみたいなね、狂ったキャラを演じられるのは、まあ、飛田さんいけそうじゃないっていうことで選ばせていただきました。まあ、それだけの理由なんですけどね。なんかもう声質といい、なんかその狂ったキャラといい、それを演じられそうな、まあ、人と言ったら、まあ、この方をちょっと思い浮かべて、まあ、もっとね、2位、1位はもっとね、もう近いんですけども、まあ、でも来てもおかしくないんじゃないかなと全然思っておりますよ、と。いうことで、まあ、第2位いっちゃいましょうか。第2位は、翔。ほら、食ってるぞ。こいつは大物だぞ。はい、ということですね。この方が演じたキャラはですね、ワンピースのブルックだったり、カイジのね、班長なんかを演じております。ということでですね、いや、来るでしょ。翔さん来るでしょ。もう声がさ、このなんというか、このなんかその、ゴブリン、ゴブリンみたいなさ、声がさ、マジでその、狂ったような感じが、もうギョッコなのよ。ギョッコなのよ。あの、顔からもう、ギョッコの顔からもう、この声がね、浮かんできちゃうよね。この狂った感じのね、すごいなんか感じがもうものすごく長さんじゃないかなと僕は思っていますね。ということでね、第1位と第2位めっちゃ迷ったんですけど、まあ第1位の方はね、もっと近いんだよね。もっと玉子っぽかった。だからまあ第1位、いっちゃいましょうか。もう第1位いっちゃいましょうか。ということで、第1位は中尾隆聖。退学だ、落ちこぼれを全員退学にしてやるのだ。はい、ということでですね、この方が演じたキャラはですね、アンパンマンのバイキンマンだったりとか、ドラゴンボールのフリーザなんかを演じております。ということでですね、もうね、皆さんね、散々聞いたことある声だと思います。もう超有名声優さんですよ。いや、もう僕はですね、玉子の、まあそのシーンっていうか、刀鍛冶の里編を読んでる時に、もう一番に、もう思い浮かんできた声っていうのはこれでしたね。完全にあのドラゴンボールの、おほほほみたいな声がさ、頭にね、ギョッコみたいな感じで浮かんできちゃったんですよね。いや、もう、あの、ふざけた感じじゃん、ギョッコって。ふざけてるし、キモいじゃん、ギョッコって。その感じが出せるのは、やっぱり中尾隆聖なんだよねっていう、あの、フリーザの笑い声みたいなさ、あの、ふざけたような笑い声、おほほほみたいなさ、感じがさ、ものすごく近いなと思いまして、もう選ばせていただきました。まあ、僕はもう、この方で確定なんじゃないかなと思ってます。なんでね、もう中尾隆聖さんでしょ。本日はですね、ドーマの声優予想ランキングやっていきたいなと思うんですけども、まあ、こんな感じで以前にやってるんですよね。だけど、まあ、結構意見変わったというか、この動画2年前なんで、やっぱり変わってきますよね、声優予想っていうのは。ということで、もう最新版、最終版ということで、ドーマの声優予想は絶対この人来るよっていうのをね、今回予想したいなと思っております。ということで、皆さんぜひぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、もう早速、やっていきましょう。はい、ということですね。まあ、今回ですね、ドーマの声優予想ランキング作るにあたってね、まあ、結構迷ったというか、ランク外っていうのを作ってみたんですけども、こんな感じですね。まあ、ランク外だけどめちゃくちゃ迷った声優さんたちだよということで、まあ、野島健二さん、石川海人さん、斉藤聡馬さんなんかね、挙げられるんですけども、いや、僕ですね、今回めちゃくちゃ迷いまして、まあ、この辺なんかが候補に入っていたんですけども、ランク外になってしまいましたよということで、まあ、視聴者さんの意見とかでは結構あった方たちなんですけども、いやー、難かったね。難かったんだけど、この3人はね、まあ、ちょっと
と、ランク外かなと。まあ、可能性はあるんだけどね。ランク外かなとなりました。いや、石川海人さんなんかね、前回の声優予想では入ってましたからね。いや、どんだけ意見変わったんだっていうね。まあ、2年間経つとやっぱ変わりますよね。いや、斉藤聡馬さんとかもめっちゃ迷ったよ、俺。5位の人とめっちゃ迷いました。ということで、第5位からね、早速発表していきたいなと思います。ということで、第5位は、この方です。あんな闘志むき出しのピッチャーが全国にはいっぱいいるんだよな。小野賢章さんです。いやー、もうジョジョ第5部のジョルノ・ジョバーナだったりとか、進撃の巨人のね、今大活躍中のフロックなんかをね、演じられてるあの方ですよ。あの小野賢章さんですよ。あの花澤香菜さんのあの小野賢章さんですよ。いや、めちゃくちゃあるよ。これめちゃくちゃある。っていうか、鬼滅の刃になんで来てないの？俺びっくりしたからね、調べたからね。え、鬼滅の刃来てるよね？え、来てないの？いやー、ありそうだよね。ただですね、まあ第5位ということで、まあその理由があるんですけども、あのですね、小野賢章さんはイケメン系のキャラ結構いけちゃうんですけども、サイコパス系はあんまりないよねっていうことで、まあドーマってやっぱりサイコパス系なんで、まあその辺がどうかなと思ってますね。まあただ進撃の巨人のフロックなんか見てるとね、まあ演技は素晴らしいなと思ってるんで、まあちょっと小野賢章さんの演じるドーマなんかも見てみたいなと僕は思ってます。まあ演技力のある声優さんなんでね、まあ結構普通にあるかなとは思ってますね。というか、むしろ演じてくれたら面白いなと思ってますね。はい。ということで第4位いきましょう。第4位はこの方です。家族は殺さないよ、家族はね。松本まさやさんです。はい。ということでね、まあハンターハンターのね、まあイルミゾルディックだったりとか、まあサイキクソの災難のね、まあサイコメトリなんかを演じられてるあの方ですよ。で、まあ僕今回決め手なんですけども、ハンターハンターのイルミ、いや、これめちゃくちゃいいキャラだね。サイコパス感とイケメン感、あの二つを混ぜた感じっていうのがドーマなんですよ。で、やっぱ上から目線っていうのもそうですし、まあ地声っていうのが非常にね、面白いというか、まあいいなって思ったんで、いや、僕は松本さんあるかなと思いますよ。普通にあるかなと思います。で、個人的には結構好きな部類のね、まあドーマだよということでね、いや、いいなと思ってますね。皆さんはどう思いますでしょうか。ということでね、まあ第3位いきましょう。第3位はこの方です。今度は泣いちゃうかな。現実と理想のすり合わせができていないバカなガキは。島崎信長さんです。いやー、もうさ、これドーマじゃん。いや、呪術回戦の真人だったりとか、まあ、ハンマバキのね、バキなんかを演じられているあの方ですよ。もうあの有名な島崎信長さんですよ。あのツイッターフォロワーが100万人いるあの方ですよ。いや、もう本当にさ、ドーマなんよ。もう単純にドーマだよね。なんか呪術回戦の真人っていうキャラクターがね、まあ、めちゃくちゃサイコパス感あって、イケメン感もあって、すごくなんかドーマ感あるんですよね。で、やっぱその演技見た時に入れざるを得ないよねということで、まあ、島崎信長さんの、まあ、サイコパスな演技にはすごく光るものを感じましたね。はい。いや、僕はこの方のドーマ見てみたいですね。普通に単純に大好きな感じになりそうですね。ということで、第2位いきましょう。第2位はこの方です。僕なんかのためにわざわざどうもありがとうさん。ゆさコウジさんです。はい。あの、ブリーチの10銀とかね、あの、弱虫ペダルの御堂筋明なんかを演じられているあの方ですよ。で、まあ、この方はですね、京都出身の方なんで、まあ、鉛のある演技っていうのがね、できる方なんですけども、いや、非常にそこに僕は感じましたというか、光るものを感じましたね。いや、ドーマさ、そういえばさ、鉛のある感じじゃなかった。あのさ、ちょっと独特感というか、あれ、鉛のあるセリフっぽいよね。で、なんかこの上から目線のボイスというか演技というかサイコパス感めちゃくちゃ良くない？もう本当に僕は遊佐浩二さんのドーマ見たいなと思いましたね。で、なんか赤座がね、結構なまってる感じというか、俺は赤座みたいな感じだったんで、なんかドーマもこういう感じでなまってる演技なのかなと思ってますね。ドーマと遊佐さんの相性は結構良さそうだなと僕は思ってますね。めちゃくちゃこの方のドーマ見たいですね。はい。ということで、第1位いきましょう。第1位はこの方です。はあ、急に押しかけてくるとはどういうつもりだ。俺たちの島を勝手に荒らされるわけにはいかねえんだ。宮野守さんです。
いやー、もう変わってません変わってません。デスノートの矢神ライトだったりとか、永遠の消防隊のシンモン・ベニマルなんかを演じられてるあの方なんですけども、いや、もうドーマと言ったら宮野守さん、変わってません。僕の意見変わってません、すいません。いや、2年前からこの方の意見変わってないってすっごいおもろいんですけど、いや、でもドーマなんよ、もう宮野守さんはドーマなんよ、お前ドーマになれ宮野守さんはドーマないよ。もう、これはもう仕方ない。いや、これさ、普通にさ、オーディション受けてたらさ、ドーマ、宮野守さんになるでしょ。このイケメン感とサイコパス合わさった感じ。いや、もう宮野守さんのまんまなんよ。まんまの性格というか、まんまの演技なんよ。素なのよ。だからいいんですよ。だからさ、これさ、宮野守さんじゃないですか？うん、変なことしない限りね。で、最近ね、よく見るのがアマプラの CM ということで、こんな感じの CM あったんですけど、ここで鬼滅の刃宣伝してるんですよ。アニメを見るならプライムビデオってやつね。アニメを見るならプライムビデオ。鬼滅の刃も。鬼滅の刃出てるやん。もうこれ伏線ですか？これ匂わせですか？うん。いや、もうこの CM めっちゃ見るしね。それでね、なんかこの CM が普通に伏線というか匂わせに感じてきてしまって、なんかもう宮野守さん外せなくなっちゃったわ。なんかランキングから外せなくなりました。これ皆さんどう思います？やっぱ最終的には宮野守さんにたどり着きますよね。いや、どう考えても最終的にはやっぱり宮野守さんじゃんってなるんですよ。100周考えて宮野守さんになったんで、先週考えても宮野守さんにしかならないっす。なんでもう第1位はこの方です。はい、すいません、もう変わらないっすということで、宮野守さんかなと僕は思ってます。すいませんでした。